しましては一言お祈りして始めさせていただきます。天のお父様、この礼拝にどう感謝いたします。またこの真ん中に霊様、また聖霊様が今このところにいらっしゃることをありがとうございます。今から語られる言葉を通し主が語ってください。霊様の名前にお祈りします。では聖書を一箇所開かせていただきたいと思います。第一テサロニケ5章16、17、18。ではこちらの方で読みたお読みさせていただきたいと思います。第一テサロニケ5章16節から18節まで。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここはとても神のところで、私も何回も開かせていただく大切な御言葉ですので、皆さんもぜひこの言葉は覚えていただきたいと思います。特にこのすべてのことについて感謝しなさいということを私たちは実践しようと、それぞれに努力しているか、挑戦しているか、まだ挑戦していない方もぜひ、すべてのことに感謝するということを挑戦していただきたいと思います。で、最近私がこの感謝について、隅々思うことがあって、自然に感謝なんて人間はできないんだなということですよね。自然に、感謝しますってなる人も、いるでしょうけど、なかなかそうはいかなくて、このいつも喜んで絶えずに乗って全てのことについて感謝するなんて人間は普通に歩んでいて、決してできる人も私はいるかもしれないことは否定しませんけれど、なかなか難しいことではないかなと。ですからこれは本当に勝ち取っていかなければならない。何回も何回も失敗しながら、何回も何回も転んで起き上がって転んで起き上がってというふうにやっていかなければならないんじゃないかなと思います。で、先月私は資格テストを受けて、皆さん途中で中座をして受けさせていただいたんですけど、実はそのテストは去年も受けたんですね。で、10月の第3日曜日の午後にあるんですけれど、で主人にどうしても何か資格を持ちなさいっていうふうに言われまして、じゃあって適当に選んで勉強をしなきゃと思って、去年私も怠け者ですごい勉強が嫌いなので、嫌で嫌でやっと始めたのが去年も9月でして、1ヶ月半ぐらいでしょうかねだったんですけど、で全然わからないものだったので、で子供もいて、なかなか子供が起きてるときは勉強できないので、子供が寝た11時とかから12時とかから勉強して、2時とか3時とかまで勉強するっていう感じで、でそのテストの1週間前には義理の家族が3日間泊まりに来るって、私コンサートのピアノ発表会もあったりして、と思って、でもその時必死でみんなが寝た後に勉強してっていう風に一生懸命私もやりました。そしたら去年はなんと1点足りずに落っこってしまったんですね。で、それはそれで感謝っていうか、でも正直言ってすごくがっかりしたっていうか、こんなに一生懸命やったけどダメだったんだなっていうことと、もうこんな大変な思いはしたくないっていう、もうこんな疲れるようなもんかことはもうしたくないっていうふうに思って、もうできないなというふうに思っていました。で今年に入って、今年もあるなと思ったんですけど、で主人が取ってもそれ使わないかもしれないから取らなくてもいい、取るかあなたが決めなさいっていうふうに言ってくれて、閉めたと思ったんですけれど、で7月に遺願書を出す時があったんですけれど、遺願書7月だなと思ってたんですけど、でも嫌だろうなと思って、でもちょっと祈ってみようって思ったら、で祈ったらなんとなく、やんなきゃダメだなっていう気持ちになったんですけど、やだやだと思って、でもついにちょっとパソコンを開いて、その申し込みの願書を見ましたら、締め切り前の日かなんかだったんですね。で、
締め切り前だと思いまして、じゃあこっそりあのとりあえずエントリーだけしたのかと思って、主人に言うと勉強しろって言われるので、こっそりと誰にも言わずにエントリーだけしといて、まあダメならこっそりやめとけばいいし、あのやるならやるでと思って、あのこっそりエントリーしました。でずっとあの忘れていたんですけど、で9月ぐらいになったらハガキが来まして、で あなたは受けられますっていうハガキが来まして、でこれそれかそれもちょっと隠しておいたんですね。あの主人が見るとは勉強しろっていうので言うと思って隠しておいたんですけど、でその中で、あ神様受けたくないけどどうしましょうかって、だからとりあえず、まあ、やりなさいって言われてるような気がしたので、じゃあやるかと思って、いやあの勉強始めました。ですごくもう嫌だなというふうに思ってたんですけど、まあ、勉強し始めたらやっぱり去年やってたので、あの覚えては全部忘れちゃったんです、覚えてはいないんですけど、やっぱり理解が違うっていうか、あやっぱりやってただけあって、あの、まあ、覚えることはもう一回覚えなきゃいけないけど、あの難しい言葉とか、そういうこと、あ結構なんて理解が全然違うのかっていうことが分かって、まあ、今年も大変ではあったんですけど、去年とは比較にならないほどあの楽な気分ですかね、気持ちでこう勉強できたし、去年全く意味が分からなかったところなって思ったところは、今年はちょっと分かるようになったりして、あやっぱり2回やるっていうことにはあの意味があるんだなっていうか、無駄ではないなっていうふうにと思わされました。まだ、まあ、発表はまだで分からないんですけど、そうで、あだから、まあ、失敗してもう一回あの絶対やりたくないっていうことももう一回やってみるっていうことは、もしかしたら神様に言われたら重要なのかなと、でやってみたら意外 できるっていうかね、神様が助けてくださって、また自分の前回の経験が無駄にはならずにできることもあるんだなっていうことを教わりました。で感謝も同じことだと思うんですね。何回も失敗して、あもう感謝してもどうしようもないと思っても、もう一回チャレンジすれば、で前よりはできるようになったとかということもあるのではないかなというふうに思います。で、あの少し前ですね、私は実はあの主人と大喧嘩をしました。であのまあめったにそんな喧嘩しないんですけど、あの大喧嘩をしまして、ですごい険悪な状態であの、ね、お布団に着いたんですけれども、まあ、皆さんもいろんな人と喧嘩するときがたまにあるかないか知らないですけど、そういう時もあり、そういう時がありまして、と思って、まあ、でもあの感謝の今歩みを知ってますよね。感謝、神様との喧嘩も感謝します、でもなんであの態度はなんであんなこと言うんだとかでこれあの自分でもう怒りの方が、ね、怒り9で感謝1ぐらいなので、怒りがガーッと出て、もうこ神様どうしてこういったことが起こるんですかって言って、あ感謝します、この怒りも感謝します、このあの喧嘩してしまってかところ感謝します、でもせいでかでもって言うと、なんかそういう感じで、もあの態度は許せないとか、あの言い方を選んだとかっていうふうに、もうあの一人で相撲取ってるような感じで、まあ、夜中ずっと一人でこう感謝と怒りの戦いをして、あので隣で一応寝てですね、ぐっすり主人が寝てるのかなあのそういう戦いを一人でして、まあ、朝になったんですね。で朝になって、まあ、そしてあの私もあの少しは冷静になって、であの、まあ、私の方からあのこういうこのことについてはごめんなさい、すいませんでしたというふうに言ってまして、まあ、そしたら主人もだいぶ冷静になってて、とまあまあ分かった、まあまあっていう感じで、といい、あで今までとは、まあ、今までもまあいろいろやって解決をしてきたんですけど、あやっぱり感謝するって違うんだなっていうふうに、全然でも夜はすっきりしないで、すっごい嫌な感じで寝たんですけれど、あのなんとなく朝になったらスムーズに、と喧嘩を仲直りができたんですね。でその日は、まあ、あの穏やかに帰ってきても穏やかに過ごすことができて、ああ本当に感謝だったなと思ったんですね。そして次の朝になりまして、で次の朝もまあ普通に迎えたんですけれど、なんか私がいない、ちょっともうゴミかなんか捨てに行ってて、
私が前に言った言葉をなんか主人に何か言ったらしくて、そしてなんか主人の様子がなんかおかしいんですね。で雪乃さんが学校へ出かけたら、あなたこういうこと言ったでしょっていうふうになりまして、でそこからまた大変な剣幕で怒られまして、で私もそれに対してつい強くになって言い返しまして、また喧嘩を繰り返したというか、喧嘩をすごい喧嘩っていうか、まあそういう中で主人が会社に行きまして、もう二度と帰ってくるなって私も思いながら、またあごめんなさい神様って、もう一回こうやって喧嘩したことも感謝しますっていう、ゆきのさんがなんかつい口走って、私はそういう失敗、あんまり良くないことを言ったことも感謝します、でももうね、こんな朝にとかっていうのはすごい、また帰ってくるまで激しい戦いを一人で繰り返しました。そうで、まあただ全然その時もすっきりはしないんですね、すっきりはしないんですけど、まあ、感謝の戦いをしまして、でただいまって帰ってきまして、その時はちょっと私も記憶がないんですけど、まあその時もまあどうにか私がまた謝りまして、そして主人もじゃあそしたら私の好きなコーラを買ってきまして、これは別にあなたに怒って悪かったっていう意味で買ってきたわけではないけどって言って買ってきてくれて、ああ気にしてんだなと思いまして、仲直りをすることができました。で、感謝ってでもすっきりするためにするんじゃないんだなって、私はすっきりするまで感謝しようと思ってたんですけど、すっきりするために感謝をするわけではなくて、それによってな神様のが間に入ってください、また私が帰られるっていうことが必要であって、感謝するからすっきりしてあとはいいっていうふうになるわけでは決して、そういう人もいるでしょうけどし、そういう時もあるでしょうけど、基本的にはすっきりするためではなくて、これは信仰の歩みであるというふうに思います。皆さんも夫婦だけではなく、いろんな人といろんなぶつかりがあると思いますけど、本当にその時にチャレンジしていただきたいと思います。で、それはその戦いはとりあえず2日で終了を迎えたんです、3日でしょうかね、で3日迎えたんですけど、その後に実はちょっと大きなことが、事件っていうんでしょうか、出来事、事件ではないんですけど、出来事が、あんまり良くないことが起こったんですけど、その時にと思った時に最初に出てきたのが感謝しますっていう言葉が出てきたんですね、自分から。で、感謝しますって最初に言えたんだというふうに自分で思って、この2日間、3日間のこの不毛な夫婦の喧嘩は、こういう訓練のためにあった訓練だったんだなというふうに思わされて、で、その後私また不平不満も出てきたんですけど、一番最初に出てきたのは、神様感謝しますっていう言葉が出てきたんですね。訓練は決して無駄ではないし、失敗も決して無駄ではなくて、何回もチャレンジしていく中で、感謝しますって言葉が出てくるようになってなるんだなっていうことを思わされました。で、感謝にはレベルの歩みには5段があったり3段があったり8級があったり、いろんなレベルがあるっていうふうに私も言いましたけど、確かにそうであって、こう一つ一つ段階を積んで、私たちは感謝の達人ですね。もうマーリンさんのような感謝の達人にすぐになれるわけではなくて、一歩一歩こう段階を踏んで、またその訓練をしてなっていくんだなっていうことを思わされて、不平もいっぱい出てきちゃって、その中で何回も失敗しながら感謝の歩みを皆さんと共にしていきたいと思います。教会の中でだっていろんな失敗があったり、嫌なことがあったり、いいことばっかりではないと思います。その中で本当にお互いに感謝をしながら、一つ一つの問題を解決していって、その中で神様の証ができたらいいと思います。でお祈りさせていただきます。で、御父様、感謝いたします。本当に感謝の意味を教えてくださり、こんなものですけれど、感謝を通して本当に人間関係に、いろんな大きな問題に当たらせてくださり、平安を与えてくださっていることありがとうございます。何回
い失敗しても私たちは立ち上がって感謝をし続けることとなさせてくださいますように、その中で主が働いてくださり、ベストの主の最善の計画をなされますようにお願いいたします。感謝してイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではもう一度先ほどの332番これを一節歌いたいと思います。332番、はい、太田恵里沙さんという方が、はい、作曲されました主の十字架のことですね。それを一節歌いましょう。すべてが益になる。Keep on.